こんにちは、リーヌの庭のリーヌです。先ほど苗間の花を全部切りました。というわけで苗間の大量のお花が手に入りましたので、これを使って寄せ置きをしたいのですけれども、このバラの花の花びらのところにつくアザミウマっていう、別名スリップスっていう小さな虫がいるんですよ。翼っこく動く小さい虫なんですけれども、その虫をこの前は爪楊枝でこう水つけてちょん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 こうつついてこう捕殺するっていうやり方をご紹介したんですが、今日ですね、また新しいやり方を知りましたので、そちらをご紹介して、それでアザミウマを退治してみたいと思います。このやり方というのは、これをまたとっても簡単でして、ここに2種類の水を入れた桶があります。片方は水にこのキッチン用中性洗剤を溶かし込んだもの、もう一つはただの水です。そうですね、桶に半分ぐらい水入れて、そこにまあちょっちょんって2回ぐらいですかね、ちゃっちゃって入れて、でこうちょっと手でかき回して溶かしました。なんとですね、アザミウマというのはこの中性洗剤入りの水に弱いらしいんですよ。なのでこうです、花を取ったらまずここに花ごと突っ込む、ジャバ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 っと洗う。するとですね、本当にアザミウマがたくさん水の中に浮いています。死んでいます。一発です。これはかなり強力です。いいやり方だと思いませんか。で、このままだとちょっと洗剤残っちゃってるので、その後水でこうやってもう一度ゆすぎます。あんまりやりすぎるとせっかくの苗間の匂いが損なわれてしまうので、まあジャボジャボっていう、一瞬やってみて様子見て、まだいたらもう一回やってみるみたいな感じがいいんじゃないかなと思います。うん、あ、でも匂い現在大丈夫です。はい、この方法であとの残りの苗間もやっていきたいと思います。でもここできたな、ここ。次です。美しいですね、こんな風に花びらが、いやもう見たことないですよ、こんな咲く、こんな咲き方のバラって。そもそもバラの花って買わないんですけど、バラといったらやっぱ普通にこう剣弁更新咲きっていう、こういう形のやつをイメージしてたんですね。こんなにぎっしり咲くんだと思ってすごい驚きましたね。 いろんなバラありますね、ほんと面白いな。でこれをふーって引っ掛けると、アザミウマがわーって、うわ地震だ地震だ、こう前に出てくるんですよ、わーって。だからまずね、息を吹きかける、花びらの間に、そしておびき寄せたところでジャボ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 、花びらの間にいっぱいいるんですよ。ちょっと見えないからね、わかんないんだけど、適当でいいかっていう、まあ一匹二匹残っていても問題はないと思います。そして水で苗間の花をすくうと、やはりちょっと洗剤残っちゃう、泡立ってますからね、洗剤残ってしまって、結構水で洗剤を洗い流して、ふう一息という感じです。見た目はね変わんないでしょ、うん、匂いも健在。ちょっと弱まったかな。生き残ってチョロチョロしてるやつは即お札です。私もう輪になります、バラのためなら。恐ろしい数いるんですよ、本当にめっちゃ浮かんできた、めっちゃ浮かんできた、めっちゃいました。ああ、はい、かぶり姫になっちゃった。ああ、ショック。あ、これはもう洗わないといけないですね、そこで洗ってきます。ここはかまど小屋なので、かまどの隅に頭突っ込みましたね。
水で洗ってきます。